武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは名古屋工業大学の科学の勉強について話していきたいと思います。こちら時間100分で大問3題の構成になっています。出ている問題としてはですね、まあ計算が多めであるという点で問題数が割と多いで、とはいっても知識も結構出てくるっていうところでですね、まあ基礎知識は正確に入れておくことが大前提で、プラス計算問題が解けるように計算練習はしっかりやっておくっていうような対策が中心になります。で割とまあ計算は理論、向き、勇気どこも出るんですが、勇気が結構問題数、出てますので、勇気の対策はしっかりやっておく、まあ、構造式などを書く、ところもしっかりやっておかないと、それを求められる問題も割と多いので、構造式書けないと結構、危険だとは思います。なので、構造式正確に書ける練習、あとは、まあ、それを元にした知識も正確に持っておくですね、まあ、官能器の知識などもそうですし、まあ、向き、勇気も含めて理論もそうですが、一個一個の知識を基礎知識レベルは正確に持っておくっていう苦手範囲作らない勉強をしっかり心がけるようにしておきましょう。で、短期間で早いとこ問題を整理して解いていかなきゃいけないので、知識の整理と問題に対しては解き方を問題見てすぐに思いつくっていう練習をしっかりしておく。で、計算分野に関しての強化は、ゼロから始める科学計算問題の、参考書や科学計算の考え方、解き方、などですね、の参考書を追加でやっておく。で問題の難易度的にはマーチレベル解けていれば十分対応できるとは思いますので、まあ、マーチレベルプラス、マーチの発展の参考書や重要問題集の A 問題などですねを追加でやっておくといいかなと思います。でいろんな問題解いておいた方が、まあ、いいかなとは思います。結構、まあ、ここの過去問の練習もいいんですが、まあ、それプラス問題集でいろんなパターンの問題で挑んでおいて、結構どういう問題出ても対応できるようにしておくことが大事かなと思います。まあ、論述などもあるので、さっき言った構造式書くパターンもありますので、まあそういった問題はですね、センターだけやってるとなかなか練習できてないかなと思いますので、まあ記述論述系統の練習もしっかり心がけるようにしてください。以上が名古屋工業大学の科学の勉強となります。